ポーツの市橋さんと一緒にお伝えします。はい、こちら2メートル13センチもある大きな男、 NBA アメリカプロバスケットボールリーグを代表する選手、シャキール・オニール選手です。大きいですね。こうしたね、2メートルを超える大男たちを相手に戦う、この方をお呼びしました。日本人で初めて NBA の舞台でプレーした田臥勇太選手です。どうぞ。よろしくお願いします。田臥さんと比べてもまだまだ大きい、このもう壁のように見える、ね、選手と日々戦ってらっしゃるわけですけれども、はい、どうやって立ち向かうんですか。そうですね、まあ、僕の場合はサイズがないので、もうコート狭しと走り回って、うん、もう速さで勝負するだけですね。走り回って速さでしょう、はいはい、今日はその田臥さんに NBA について、その魅力と活躍についてたっぷりお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。世界最高峰のバスケットボールリーグ NBA。 田臥選手が活躍の場をアメリカに求めたのは3年前。次の年には日本人として初めて NBA のコートに立ちます。この日を迎えるために今まで頑張ってきたし、これからがまた本当に勝負なんで。しかし4試合出場しただけで解雇されてしまいました。世界一の舞台でプレーしたい、下部リーグで経験を積み NBA 復帰を目指してきた田臥選手、大きな手応えを感じて4回目のシーズンを迎えようとしています。2年前のデビュー、私も覚えています。なんてかっこいいんだろうと思った、そういう鮮烈なデビューでしたけれども、それから突然の解雇を受けるわけですよね、はい、あの時はどういう、私たちもう遠くで見ていてもショックだったんですけど。そうですね、まあ正直ショックな気持ちはすごく大きかったんですけど、まあ、気持ちの整理つくまでに時間もかかったのが正直なところでした、はい、だって4試合で解雇って。そうですね、まあ逆に僕みたいな立場は4試合入れただけでもいい経験ができたなっていうのは正直あったんですけど、でも本当に厳しい世界だなっていうのは実感しましたね、はい、厳しかった2004年。そうですね、うん、その2004年、まさに厳しさを、ね、象徴するようないくつかのプレーちょっとご用意しましたので、そのプレーをご覧いただきましょうか、はい、こちら田臥選手、ボールを相手から奪おうと行くと相手の大きな壁に阻まれてしまうんですよね。こうして見ても体格差がね、お腹にぶつかってましたもん、うん、さあそしてここはこぼれたボールを拾いに行っても倒されてしまう。これよく見ると田臥選手の方が先にボールに追いついてるんですけど、長い手が出てきて取られちゃうんですよね。まあ田臥選手、これもちろんね、行く前から相手が大きいことは分かってたと思うんですけど、はい、実際プレーしてみてどうでしたか。そうですね、大きいだけじゃなくてプラス速さ、あとは手の長さ、足の長さっていうのがすごくやってると痛感したので、まあ、この試合とかは本当にまさかあそこの場面でああやって相手がダイブしてボール飛んで取るとは思わなかった、ね、ちょっと油断してたのがちょっとありましたね、うん、はい、なるほど、まあ、そういう中でね、あんなプレーをされてしまうと自分のプレーで本当に通用するのかなって、まあ、失礼な質問なんですけども思ったりしませんでしたか。いや、逆にまあああいう経験をしてどうしなきゃ通用しないのかなっていうのはやりながらすごい学べてきたので、だからうまくシュート打つ時とかもタイミングをずらしたりだとか、パス出す時もタイミングをずらしたりとか、そういうことはやっぱりやりながら学べてる部分ですね。うん、じゃあ手応えみたいなものは4日間4試合でもあったわけなんですか。はい、そうですね、4試合とあとは練習では毎日チームメイトとしのぎを削ってたので、もう本当に毎日が真剣勝負だったのでね、もう日々本当に勉強でしたね、はい、その後もずっと挑戦を続けるわけですよね。昨シーズンはその下部リーグ、そうですね、まあ、一昨年そうやってサンズをいきなり解雇されてしまって、その後、まあ、下部リーグでしっかりと経験を積んで、そして今年もしっかりと練習をして、で NBA を目指してね、相変わらず今挑戦を続けている最中なんですが、その NBA の道のりというのを少しここで簡単にご紹介したいと思います。これなんですけれども、 NBA の開幕今年は10月の31日です、はい、
契約できる選手というのは1チームわずかに15人だけ。そのために大切になってくるのがこちら、こちらかな、サマーリーグというものなんですね。サマーリーグじゃなくてリーグですね。はい、サマーリーグ、はい、NBA を目指す、サマーリーグですね、リーグじゃないですよ、リーグじゃない、 NBA を目指す選手とかそれから実際に NBA でプレーしている選手が自分の能力をアピールする場としてここで戦うんですね。でここで認められるとチームのキャンプに呼ばれて、そして開幕メンバー入りができるというものなんですが、つい先月まで行われていたこのサマーリーグに田臥選手も参加してたんですよね。はい、そこでの映像がしっかりありますのでちょっとご覧いただきましょう。はい、ここのこれが田臥選手なんです。はい、で今この場面でいくとパスが来ます。ここでしっかりフェイントをかけて、ちょっと距離のあるシュートなんですけどね、しっかり決めてますよね。ここで入って、まあ、この辺りがねやっぱり相手に慣れてきたのかなっていう感じがしますし、この場面これ相手のディフェンスの選手が今シュートしたのが田臥選手、相手のディフェンスがついてるんですけど、それよりも早くシュートをして決めてるんですよね。田臥選手この辺り、まあ、素人目に見てなんですけれども、はい、田臥選手がやっぱり相手の大きさを防ぐために手が出てくる前に先に打つ、そんな風に見えたんですけど。そうですね、あとは先にシュートを打つ手前の動きっていうのもすごく重要になってきまして、うん、その場面ですと一回あの、はい、シュート打つ前にドリブルで相手を抜いてやろうっていう動きを一瞬入れて、うん、ここの場面で、この場面で、はい、今一瞬あちょっと変わってしまう、これですね、今一瞬沈みましたよ ね、 そうですね、一歩だけこう行こうとしてる動作をすることによって、はい、やっぱりあの相手も下がるので、うん、そこで本当その一瞬を狙って打つしかなくなっちゃうんですよね。はい、まあ、そういった意味では相手の大きさに対して田臥選手はそのタイミングでずらすっていうことなのかなと思うんですけど。はい、そうですね、もう、手の長さとかっていうのはそこで計算するしかないので、そうするともうどれだけタイミングをずらして早く打ったり逆に遅く打ったりとかするしかなくなって来るのでね、そこは常に頭に入れてプレーしてます。はい、まあ、そういった中でね手応えを感じたこのサマーリーグなんですけれども、実は田臥選手この試合で16得点の7アシストということでチーム1の得点を叩き出してるんですよね。じゃあ NBA の足がかりになるサマーリーグですごい結果を残したということですね。技術はアップしました。その他にあれですか、精神面も結構変わったんですって。そうですね、や